そりゃ大きいさ。宇宙は無限だよ。太陽系から銀河系宇宙、そしてそのまだ向こうには例えばアンドロメダみたいな小宇宙が数えきれないぐらいあって、そんな宇宙全体が今どんどん膨張を続けてるんだよ。ところが何百億年も経つと、今度は宇宙はどん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 縮んでって、最後は全部ガスになって、そして何にもなくなっちゃう。そこからまた星が生まれて、宇宙はまた今みたいに膨張し始めるっていうんだよ。それを宇宙は無限に繰り返してるんだ。まるで心臓の鼓動みたいに。じゃあ人間なんて本当にちっちゃな点みたいなもんなのね。ほんの一瞬、偶然この世に生まれてきて死んでいく。そしてその瞬間、自分を産んだ母なる宇宙をこうやって見てるってわけさ。なんか儚いのね、人間って。でもすごく神秘的だわ。大人になりたいって。そう思ってるうちが花さん、たちまち白髪のおばあさんだよ。本当に年が取りたいんだわ。誰も一日で60年を飛び越すことなんかできやしないよ。千人ならできるわ。だるまさん転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。ほら、私88のおばあさんよ。まだ30だ。よーし、だるまさん転んだ、だるまさん転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさん転んだ、だるまさん転んだ、だるまさん転んだ。104歳よ。死ぬことさえも分かったわ。できない。私104なの。なら君が好きだよ。何が分かったと言ったんだ今。死ぬことよ。死ぬ者は必ず生まれるんだわ。うん、私たちはこの宇宙を動かしている大きな力に逆らえないんだわ。